どうも、ねずっちです。回転寿司で勝手に他人の皿にわさびを乗せたりとかですね、あるいは流れてるね、レーンを流れてるお寿司をね、一貫だけ取って食べちゃうとかですね、こういった迷惑行為をする動画がですね、 SNS で拡散されて今批判が殺到してるんだそうです。なんでこんなことやんのかね、全然面白いと思わないですけどね。まあしかしね、勝手にわさびを乗せるっていうのはですね、これ器物破損罪になるんですって。そして勝手にお寿司を食べちゃう、これはですね、窃盗罪に当たるっていうんですね。だから回転寿司のお皿だけじゃなくてね、犯罪の方も罪重ねてるっていうね、そういうことだと思いますよ。これ店側もね、損害賠償とかね、した方がいいと思いますよね。もう罰せられなきゃダメです、こういう人たちはね。言ってみたらあれですよ、お寿司だけにね、さばかれますっていうね、一言に3種類の魚を入れてみましたよ。このニュースを見た時にですね、これ漫談のネタとしてね、触れた方がいいなと思いましてね、そら触れますよ、お寿司だけに触らないとね。ねずっちです。ではまた。